こんにちは、即課塾の久保でございます。まあ、暗号通貨の件について、また同じ質問が来ましたので、定期的に回答していこうかと思います。え、現在、ビットコインの価格をはじめ、他のアルトコイン、見てください。ビットコインが、え、令和4年の8月2日の段階で300万円でしょイーサリアムが210万でしょ で、テザー、USD コインっていうのは私はちょっとノーマークですけども、リップルが49円という風うな価格です。それから、あー体のエイダは無視できません。67円になってます。その他値段を追っていくことにはそんなに意味がないんですよ。結局は皆さんは、これから暗号通貨が消滅して、もう使えなくなっていくのか、それとも暗号通貨ってものがね、値段を上げて、今保有している暗号通貨の資産価値がこれから、 上ががっっっていっててい美味しい思いができるのかってことが気になってるわけだあこれは回答は非常に簡単で、えー、暗号通貨の価格これからねまだまだ上がりますよで一旦ビットコインなんて700万つけてそれから今300万になったでしょだからこれが押し目じゃないですか基本的にはずっと買い続けるっていうスタンスでいいと思います上昇トレンドしかないです20年前30年前考えてみてください暗号通貨って市場ありましたかねつまりは市場価値0円だったわけですよ そこから時を経て、現在令和4年になって暗号通貨マーケット全体がどのぐらいになったかってことなんですよ。今、1.1兆円 ?1.1、えー、兆円ぐらいですかね。ちょっと正確な金額ここで出てませんけども、仮想通貨の時価総額全体をちょっと計算してもらいたいんですよ。これ基本的にはずっと上がり続けてるんですよね。当たり前ですよね。マーケットがなかったわけですから。 だからこれから何年後を見ていくのかってことなんですよ。で、NFT ってものとかメタバースって概念ありますよね。当然 ICO ってのも過去にありました。で、こういったものが一つのプロモーションになって、被害額、損害者はたくさん出しましたけども、でも暗号通貨を知らせるきっかけにはなってるんですよね。で、こういった新しい概念がどんどん暗号通貨に裏付けられて出てきてですね、まがいものもインチキなものも、それから何とかしようとしてるプロジェクトも込みで、暗号通貨の市場を広げていくと思うんですよ。だから、 気にするのはね、来年には値上がりするかな、再来年かなっていうふうに、1年、2年で考えるではなくて、5年、10年、15年っていうスタンスで考えていくことなんですよ。で、そうなった時に、じゃあ10年後にビットコインがね、その時も300万なんですかとか、イーサリアムが20万なんですかっていう質問をちょっと自分自身にしてみてください。どうですかねちょっと上がってそうでしょう。それが答えなんじゃないですか。多くの方が5年とか10年とか15年で見た時に、上がるだろうと思うから買うわけじゃないですか。 でも、明日までとか、来月までに値上がりしないかなと思う人は、別にこういうのに、資金閉じないわけですよ。いろいろと疑問や、あの、いろんなね、疑惑を持ったにしても。でも真面目にやる人ってのは、投資は、そこそこの期間でやるっていうのを心得てますから、まあ、5年とか10年とか15年みたいなスパンで見るんじゃないですか。本当は30年とか50年で見た方がいいんですよ、投資ってのは。で、その投資から得られる、上積みを、日々、どんどんね、福利にしていくとか、作っていくとか。 別の投資に割り振っていくとかってするわけじゃないですか。はい。というところでね、これからも暗号通貨どんどん値段が上がっていくと思いますし、で、国によって規制が進めば進むほど、今度は規制をしない国ってのも出てくるんですよ。つまりそういうことによって、暗号通貨を規制する国から市場を呼び込もうとしてるわけですよね。だから必ず世界中のどっかで暗号通貨立国ってのは残るんですよ。で、 そういったところが少なくなればなるほど、そこでの暗号通貨っていうのは活発に出来高を作りますんで、儲けやすくなるっていう感じです。まあその時にわずかでもいいから、あなたは玉を持っていますかってことなんですよ。ですんで今すぐお金がなくても、本当にね、あの1万円ぐらいでもいいから、いくつかの暗号通貨を買って、あとは買ったことを忘れるぐらいがちょうどいいと思います。5年とか10年後とか15年後にどうなってたかなって開いてみる。そのぐらいの楽しみでいいんじゃないですか。それから最後に投資事ですから、 いつででもゼロになっってておく覚悟をするってことです。ること基本的には値上がりすると思いますけどもパーになってもそれは一つの投資の経験をしたと思ってね絶対はないってことを刻んでおけばいいんじゃないですか本日は以上です。